武井さんが今の時代に十種競技の日本チャンピオンを目指すとしたら、その過程でどのような発信活動をしていきますか？だって。今だったら本当はあれだな。十種競技何でもできる最強のボディの男。あらゆる種目の、強者たちをフィジカル勝負でなぎ倒す企画やります。はい。片っ端からフィジカル勝負で、はい。三種競技を、はい。いろんなアスリートの選手に仕掛けて、片っ端から倒していきます。はい。それを、喧嘩自慢みたいな感じで、はい。朝倉未来の喧嘩自慢、フィジカルバージョンを、はい、やってですね。ええ。すべてのスポーツの選手を倒していくと思います。はい。誰も勝てん。誰も勝てん、武井壮には。みたいな感じでいきたいと思います。勝ちたかったら登録しとけ。